〇〇を整えると奥が早く来る〇〇に当たるのは自分ということで自分をねどう整えていくと奥を楽に稼げるようになるのかということをねしっかりお話ししていきたいなと思います。まず家を整えましょう。例えば自分の家の中にですね、ずっと使っていないものがそのまま置いてあったりとか、これね、全 全部波動でできてるわけですよね。物っていうのも、自分の波動に合ってないものが、家の中にあれば神社仏閣の中でゴミが落ちているのと同じ。あなた自身のこれからのね。人生奥がやってくるかどうかを決めてしまうわけですからね。可及的速やかに家の中をねきちっと整えていく必要があるということですよね。そして2つ目心です。許すから始めまして。完全に自分自身を許し切ること。過去の出来事を全て。 許しきること、他人をも許しきることということはとても大切なわけです。もちろん許した後には、 感謝をしていくっていうことですよね。ありがたいっていう、そういうお気持ちになるとところに自分自身を持っていく。深い感謝を感じていくっていうことがとっても重要です。そして、愛するっていうことですね。どんな欠点が自分自身にあったとしても、それでも自分自身を愛し抜くということは、奥を早く稼ぐためにはめちゃくちゃ重要です。そして、違和感からの願望の明確化。ご主人に対して思うこと、自分に対して思うこと、社会に対して思うこと、いろいろ あると思いますがその違和感からじゃあ何が欲しいのという自分自身の願望を明確化するということなんですよねこれは違和感の中からしか明確化することができません私の場合は Google ドック Google のね Word のようなドキュメントにですね何がしたいのというのをですね全部書き出していますある意味自分の人生のマニュアルみたいなもんですよねそれを作っておくっていう風うにすることによって自分に対しての取説が明確になっているのですぐに必要なものがうち から提供されていくっていくとうことなんですよねもう一つ大切なのがフォーカスっていうことですコップの中にね水が半分も入っているのかそれとも半分しか入っていないのかあなたがあるものにばかりフォーカスをしていくようになった時にはもう奥のチャンスしか目に入らない今日は一日中自分があるものにずっと視点を回し続けていただければというふうに思います続きまして自分の 頭です。頭を整える。脳を整えるときに一体何が必要なんでしょう深呼吸です。脳は酸素を一番消費するんですよね。酸欠状態だったとすると体はうまく動きませんし、人生も全然うまくいかないってことになっちゃうわけですよね。簡単なのはですね、心臓に手を当てていただいて、心臓で呼吸をしていただく。できるだけ長く吸って、 長く吐いていただく。そしてエネルギーの調整。エネルギーをね、しっかり受け取れるような自分自身であるっていう状態を作ることもとても大切です。脳の一番中心には消化体。えこの消化体を活性化していくためにもですね、太陽を朝日夕日を直視するということと、長い呼吸をするということによってね、活性化することができます。そしてもう一つ、学びを発信するっていうこと。学びをですね、ただただ 受けけ取っっっててていいるるだうううここととととににななしまうと48 8時間経つと8割忘れちゃうことになるんですよね発信をしようとするとですね、必ず頭の中がタンパク質編成っていうものを起こすことによってですね、短期記憶から長期記憶に書き換えることになるんですね。学びをしっかりと定着、大脳にですね、書き込むことができるようになりますから、48時間経ってもですね、忘れない自分自身にしていくことができますので、そして4つ目ですね、自分のお金であります。お金を整える。あなたが 乱暴な払い方をしてしまえば、それがあなたから出るエネルギーになってしまいますから、あなたのところに戻ってきちゃうんですよね。心を込めてじゃあゆけちちゃんをどうぞね、たくさんたくさんお友達連れて帰ってきてねっていうそういう気持ちでお金を使ったとすると、これはまた全然違うエネルギーの使い方になっていくわけですよね。ちゃんとあなた自身を幸せにする、そして社会にとってもプラスのお金をちゃんと使っているかどうかっていうことですよね。そしてもう一つ自分自身に対してちゃんと投資をしていくっていうこと。 何を今勉強するといいのかこれをしっかりと明確にし先ほどお伝えした通り違和感からの願望の明確化っていうことがきちっと書類化されてねやっていらっしゃれば自分が何の知識が足りないのか次は何を学ぶといいのかっていうことが明確になってると思いますので必要なものをですね必要なタイミングで学んでいただくっていうことですね。そして5つ目自分の人脈とということです人間の地図っていうかねカテゴリー分けに書いていただくといいと思うんですね。いつも いつも自分にチャンスをくれる人。いつも自分に知識をくれる人。いつも自分に情報をくれる人。いつも自分自身にインスピレーションを与えてくれる人。いつもなぜかこの人といるとネガティブになってしまうという人。というように、カテゴリー枠けきれいにしていってください。そうすると、その人たちに対してですね、意識を配ることができるようになります。どの人と時間を過ごすのかということによって、あなたの5年後の収入が決まっちゃいます。 アンソニー・ロビンズが Choose your peers and love your family という言い方をしています。要は家族は愛し抜きなさい。だけれども誰と時間を過ごすのか。自分の仲間は自分で選びなさい。厳選なさい。というふうに言っています。続きまして、自分の時間です。時間を整えていきましょう。自分の24時間をどう使っていくのかということです。ビジョンを作るためにどれぐらい時間を使ってますかミッションを果たすのにどれぐらい 時間を使ってますかあなたが「えビジョンなんてないわ」って思っているのであれば今から自分のビジョンを絶対に明確化すると決めてくださいそして自分の仕事本当に何時間も費やしている仕事が心がワクワクするものこの仕事で生きている時にあなたの本当 ポテンシャルっていうのが全部活かされるようになるんですよね。そして、ご自身の生活です。何か効率よく、何か自動化することによって、時間を最低限で一番フル活用にできる工夫っていうのはいっぱいできると思います。あなたの生活時間というのを最適化していってください。そして、趣味の時間。あなたの趣味の時間っていうのは、あなたの魂が一番プルプルする時間ではずですから、思う存分できるところまでね、しっかりとやらなきゃいけないことをスムーズに 終わらせられるようにしておきましょうそして自分の体 筋トレやってる人どれぐらいいらっしゃいますかね有酸素運動、ストレッチ、呼吸。私が知っている限り大成功している人でですね、運動やってない人って本当に珍しいです。一日何時間もやっていただく必要はないです。少し歩く時間を長めにとる。でも結構です。ちょっとした時間にとにかく体をこまめに鍛えていくっていうことですね。そしてマッサージですね。自分自身のね、体を本当に自分の愛を込めてね、マッサージしていく。 ととといいううこ奥が、ね、稼げる状態の自分自分身にしてておくという意味ででっても大切ですそして食事ですね。タンパク質をね、少し多めに噛んで、ゆっくりと味わって、すべての生産者に対して関わっている人たちに対して感謝をしながら食べていくというので、全然十分なんですけれども、今の食事が最適なのか、一旦食事を見直していただく必要はあるのかなというふうに思います。そして腸ですね。やっぱり腸っていうのをね、よくしていくこと、マッサージしていくということだったり、 とか腸のフローラ菌を元気にしていくための何かができないかどうか腸を整えていくということを心がけていただくと良いかなという風に思いますそして自分の最後は言葉でありますネガ言葉を使っているのであればポジ言葉にそのポジティブな言葉を出すためにはネガな解釈をせずに全てをポジティブに解釈するということですね全ての毎日の出来事をねポジティブに解釈した時にはポジティブな感情しか生まれない 感謝しか生まれないというそういう状態になります今日起きること経験すること全てポジティブに解釈し続けていただければというふうに思いますまるまるは自分でございました自分の家整理整頓洋服靴書類キッチン思い出の品しっかりしてくださいね自分の心許す感謝愛する違和感からの願望の明確化フォーカス自分の頭深呼吸して活性化しエネルギーを調整し消化体の活性化し学びを全て発信しましょう自分の お金、家賃、食費、衣類代、自己投資、本、セミナー投資、これを最適化していきましょう。自分の人脈、チャンスをくれる、知識、情報、インスピレーション、ネガティブな人を整理して、できるだけプラスに自分に影響を与えてくれる人と一緒にいましょう。自分の時間、ビジョン、ミッション、明確になってない人を明確にしましょう。自分の仕事、本当にやりたい仕事でワクワクしてますか生活に追われてしまってないですか最適化してください。趣味の時間を必ず獲得です。 でききるよううにしていきましてまょう自分の体、筋トレ、有酸素運動、ストレッチ、呼吸、マッサージ、食事、腸、しっかりとあなたを最適化していってください。ご自身の言葉、ネガティブな解釈をすべてポジティブに解釈していき、ネガティブな言葉を全部ポジティブにしていきましょう。ここまで自分自身をね、整えていただければ、あなたは、億を楽に、早く稼げる自分自身になれました。おめでとうございます。